デフテックマイクロのモノマネスタイリング。もう特技もどんどん披露していかなきゃですね、ライブ会場や音楽では見せれないですから、はい、では一発目、声優が変わる前の、ドラえもんの最初ののび太の先生、覚えてるか、スネオジャイアン。まずはスネオ、ジャイアン、のび太の先生、今のドラえもんの声優さんが変わったバージョンではなくて、もともとオリジナルです。いきます。スネオ、ジャイアン、のび太の先生、それではどうぞ。3、2、1。のび太、のび太、なんだよスネオ、これは俺のリモコンです。ほら、こうだこうだはい、続きまして、サンライズシャック、CEO 池田めぐみのモノマネ、はい、では3、2、1。あ、もしもし、あ、マイクル、もしもし、今って時間大丈夫？似てる。あ、ね、ブレッドコーヒーのはい、ありがとうございます。似てるんですか？似てる、サンライズちゃん似てると思います。サンライズシャックに行くと分かるってこと。サンシャックに行ったら分かります。社長に会ったら分かる。女性社長に会ったら、はい、あ、もしもし似てる、はい、では続きまして、ヒップホップ界はこの方がレジェンドでございます。アトライブコールドクエストの Q-tip のモノマネ。それではモノマネまで3、2、1。わあわあ、Now you wanna go to do that, Now you wanna go to do that, I do that, I cute that, I do that, do that, do do that, that, that. Q-tip だ。あ、わあ、わあ。ありがとうございます。これ横に Q-tip の顔も。多分 Q-tip の顔と、あと音もかけたわ。ドライブのね。ドライブのね。じゃあ、続きまして、ヒップホップ界ではおなじみです。バスタライムズのモノマネ。はい、それでは3、2、1。ホーバーガーです、ホーバーガー、ホーバーガーです、ホーバーガー、ホーバーガーです、ホーバーガー。これはすごい、お前が聞こえなかったけど分かるっていう。バスタ、これもバスタの顔をね、これもバスタの顔でこれも Q-tip 絡んでますね。ホーバーガーっていう声をそっくりこれ聞いていただいてバスタライムズの。では最後になります。レゲエ界ではこの人もレジェンドです。シャギーのモノマネです。はい、では3、2、1。 I'm Mr. Lover Lover I'm Mr. Lover Lover I'm Mr. Lover Lover。 あ、だいぶ似てると思います。マイクルさん最後でした。本当にありがとうございます。またぜひ新ネタができたら披露してください。もうまだまだありますんで、ゆっくり出していきたいと思います。楽しみにしてます。ありがとうございました。